こんばんは、長野市議会議員の小泉和馬オレンジのおっちゃんでございます。えー、杉尾秀也参議院議員から小ちゃんと呼ばれる議員、長野市議会議員小泉和馬、青木島遊園地、廃止させていけないという立場で情報発信、努めている議員でございます。えー、本当にね、遊園地が早く子供の手のに戻っていただきたいと思っている議員でございます。あなたと同じ思いです。 というわけで、今日も公演廃止のニュースについてね、やっていきたいと思います。あれこれちょっと待って。なんか音は聞こえないんだけど、大丈夫なのかな音聞こえてます聞こえてるね入ってるね。えー、っと、それですね。えっと、昨日なのかなあのー、そこまで行って委員会っていうテレビの番組ですね。えー、読売り系なのかなで、ここで、 あと、公演配信、青木島遊園地の話が取り上げられたっていうことで、まあ、あのね、ちょっと画面共有させていただきますけど、画面共有したってのはこれ見,え見られない。長野市の対応が理不尽だと思います。ということで、あの、なんでそれわかるのっていうのは不思議なんですけれども、あの、これ、あれですよね。長野市の人たちじゃないわけですよ。で、 あのー、問題をね、きちんと正面から向き合わないで廃止してしまうっていう方向に突き進んでいるなんていうのは、よく知ってるじゃんっていう感じですけれども。で、あの、この後もね、割とよく皆さん勉強されている感じでした。でね、あの、ただやっぱりね、これテレビなんだなと思わせる部分もあって、例えばこれ昨日、 っていうのは2月26日の放映だから、まあ当然ね、最新の情報が入れ込まれていると思うじゃないですか。だけどその、小、え、木、ー、原市長が議会初日でね、えー、なんか、総合的な見直し対策かけていくとか、あるいは、そうそう、あの、署名の話もね、署名運動の話も8000筆以上集まったっていう、 報道ぶりじゃないんですよ。4000筆っていうので止まってんですよ。つまり、1月の6日でしたよね。それやったの。1月4日だったかな。まあ1月初旬なんですよ。まず第1弾で署名の、えー、第1陣を持ってって、その後また4000筆集めて持ってったっていうのが大まかな流れなんですけれども、その4000筆で情報が止まってるんですよね。だから、 1>, うーん1月下旬とかの情報で止まっちゃってるみたいな感じですよ。だからその時にね、もう企画して、え、組み立ててって、その後の問題、あの、情報はちょっと取り入れられてるところと取り入れられてない部分があるのかなっていうのが見え隠れするような番組ではありました。ありましたけれども、 まあおかげさまでと言うべきか、小泉がね、情報公開請求した文書のことにも言及してくれてる人がいて、いや、それは情報公開請求でね、え、弁護士の受任限度範囲内にあるんだっていうことが、文書で出てきてるっていうことをきちんと言ってくれてる人もいてお、お案外勉強やってるじゃんって。 <laughs> あの、やっぱりね、その場だけで勢いで言ってんじゃないんだねって、ちきちんとシナリオ、シナリオっていうか、なんか、ある程度あるんだろうなって思いながら見させていただきました。だからね、あの、テレビだからある程度、なんていうんですか、見、見、見応えっていうか、エンタメ方向にも振らなきゃいけないから、それはね、えー、しょうがないですよ。まあ、やっぱりね、視聴率取ってなきゃいけないから。でも、あの、その中でも、結構ね、あの、なんていうかな、 小泉的には、小泉的にはですよ。きちんとした議論が行われた番組だったのではないのかなと思って見させていただきました。これね、ytvmido ですかあの ytv.co.jp の中から、 見られますのでね。あの、ある程度自分の個人情報、何年生まれとか、郵便番号どことか、男女とか、どっちでも言いたくないみたいなの、情報は入れなきゃいけないけども、まあね、それだけ入れれば見られるんで、皆さんもぜひ見てみてください。面白いと思います。ということで、今日の情報でございました。でね、あのー、この情報ね、いろいろ、いろまだ動きがありまして、画面共有してきますね。あ、そうそう、この間、 紹介するの忘れちゃって <laughs>、あの、小泉だけではなくてね、住民監査請求の一緒にやっている仲間が、青木ジャミイ問題で廃止方針市民さんに、司会に請願ということで、請願出していきますという情報でございます。 で、えっとね、請願したのは遊園地廃止への公金支出差し止めなどを求め住民から請求した市民5人のうちの3人で、廃止方針を一時取りやめ子供にとって最善の利益を実現するため、住民を交えた十分な検討をすることなどを求めているということで、これは以前にも紹介した通りです。 で、一方、監査請求した小泉一真氏ら4人は24日市監査委員事務局で意見陳述しました。地元説明会で廃止反対の声が多かったことを監査の上で考慮することなどを求めております。ということで、新米さんがね、これいつだっけ、えー、?2 月25日の報道でございます。新米さんありがとう。で、こうやってね、やはりメディアにね、露出する機会を作っていくってことが、 運動が長持ちする、世論が長持ちする、秘訣秘訣って言っておかましいよね。えー、ことじゃないかと思っております。さてさて、あの、おかげさまでと言うべきか、なんと言うべきか、小泉としては、ちょっと複雑なんですけれども、あの、講演廃止反対だよって言ってくれる議員さんが、その後も出てきておりまして、枕の議員なんかもね、小泉はたびたび紹介させていただきますが、この笑顔 この笑顔、この笑顔をどう見るかっていうところですが、布目幸男さんですね。布目幸男の連れ連れ、あ、これこっちで判定で言う、ヌノメユキオブログですよ。布目幸男さんはね、社民党ですね。まあ、あの、今日日ね、社民党で本当に頑張っておられる議員っていうのは貴重なんで、まあ、小泉的にも頑張っていただきたいと思ってますが、思ってますが、で、この方が、うんとね、 はいはいはい。存続へ価値を切り直す市長の決断を強く望むところです。議会の責任も問われます。ということで。おー、なるほどね。地元区長会等を含め地域住民との直接対話を通じて方向性を検討していく道を強く提案提唱するものですと。いやー、全く頼もしいですね。この方、あれなんですよ。あの、福祉環境委員会のね、委員長さんだから、こういう 意見を表明してくださった。それなりに、頼もしい、ありがたい、重みがある発言ではありますけれども、これね、最初からこういうふうに言ってくれればよかったんだけども、この方は何て言ってたかっていうと、こちらですね。はい。えー、ヌゆきおブログですよ。布のメゆきおさん先生のですからね。で、廃止やむなし。あら <laughs> これ12月時点ですね。12月時点で、 廃止やむなしだが、請求に行くことを進めないこと。つまり、まあ、廃止してもしょうがないんじゃないっていう、そういう態度ですよ。で、廃止方針やむを得ない。としても <laughs>、としても、なんちゃらかんちゃらということで、廃止にいろいろ条件をつけるな、ということです。で、請求に行くことを進めなと、ゆっくりゆっくり廃止しろ、と。そういうことをおっしゃっていたのかな、という感じですね。まあ、ここからね、 市長がやや見直しの方針に舵を切ったところ、それに合わせて舵を切ってきた。まあ、この辺はなかなか何なて言うんですか <laughs>。あのー、議会としてどうなのっていう気がしないでもないですね。まあ、はっきり言ってね、市長の後追い追随じゃないですか。で、そんなことだったら議会っていらないとも思いません だって市長が決めたことそのままはーいってハンドルそっちの方に切っていけばいいんだったら、すげえ楽だよね。で、それで60万お給料もらえるんだったらこんな楽な仕事ないですよ。で、もちろんね、全部が全部反対しろって言ってるんじゃないですよ。そりゃ、長野市のやることが、だいたい十中ハックは OK でしょうよ。 そんな何でもかんでも反対してたら、もうしっちゃかめっちゃかだよね。だけど反対すべきところは反対しなきゃ、市長が何と言ったって。だから小泉は最初から断固反対って議会で質問の時、毎一発言いましたよね。で、市長に失勢、つまり誤った政治をさせたくないっていことも言いましたよ。それが正しい議会と市長の関係だと思います。間違ってる言ってること <laughs> だけど、まあ、あの、福祉環境委員会の委員長をね、務めるほどの方でも、やっぱり市長のね、ご意向っていうものを大事にするんだなっていうのがわかる場面です。だからね、議会は独立している。で、議会基本条例では、市長と議会は常に緊張関係、常に緊張関係って決めてるんですよ。常にって入ってんですよ。オールウェイズですよ。で、長野市長に対しては、 監視、監視と評価するのが議会の仕事って議会基本条例できちんと決めてるんです。だから市長がね、廃止って言ったら廃止やむなし。で、市長が見直しって言ったら、存続の方向に舵を切る。それが常に緊張関係で市長の監視評価をしている議会の姿なんだろうかっていうことは、当然疑問に思わなきゃいけないですよね。 で、その延長上の話として、画面共有させていただきますが、まあ、そんな議会だからと言うべきか、こういう話も出てきてしまう。これは、あの、市長が、議長に対してね、よ、これですね。長野市議会議長の寺澤さゆりさんに対して、小木原健次市長が、小泉一馬は、 政治倫理条例に問うべきだなんてことを、市長が言ってきて、議長もほいほいそれを入れてしまうと。そういう情けない議会になってしまってるわけですよ。で、よいしょ。えー、旅重な声にこれ、今回の声は、市議会との信頼関係に大きく影響を与える恐れがあり、ひいては市議会との関係性を見直さざるを得ない事態につながりかねない。などと、 議会を同活していて、それに甘んじてしまう議会。んだからこんな議会だからね、市長が走ってば廃止やむらしい <laughs> なし。なわけですよ。で、見直しって言ったら、見直しに舵を切る。あ、市長の言ってることに合わせて楽なんだねってことで、小泉一馬消しから、ああ、もちろん議会としても小泉一馬消しからんですよ。っていうことでやっているのが今の長野市議会です。だからね、あの、ミニオギワラが何にも必要ないですから、 そんな議会ならなくなっていいと思うよ。俺ははっきり言ってね。で、えー、これは小泉一馬さんのツイートですけれども、えー、根のみ影響主義が転校したと。あ、嬉しいなと。まあ、そりゃそうですよね。多い方が、あの、ありがたいからね。i CM なしから存続へ舵を切り直すと決心変更。ご立派です。市長が見直しという前だったらもっとかっこよかったのにと。 まあちょっと当てこすっている小泉さんいやらしいところですけども。まあおかげさまで誤解リツイートがついて、いや、いいねもうそれなりについてます。でね、あの、布見幸夫さんのブログには議会の責任も問われますって書いてあるけど、議会の責任じゃないでしょうってで。自分がどうして意見が変わったことっていうのをきちんと説明してください。その辺の説明は、どうもさっきのね、布目ブログあったんかなって、この辺ね、見たって。うん で、よくも調べてないよね。地権者にご理解をいただくことが不可欠でしょうとか言ってるけれども、地権者のご理解はご理解だけれども、もうここまで来たらね、地権者の気持ちは、こんなんで返してもらったって困るぜっていうところだと思います。俺のね、それは、なんていうのあの、そう、えー、推察ですけども、胸中を拝察するにっていうやつですよ。で、ここで無理やり返したって、 ええ、困るわい、そんなもんは、車兵。こんなのだって、アパート経営だって、分場だって、そんなもん、独にお客さん着くかどうか分かんねえじゃねえか、やってことになっちゃいますから。と思いますよ。まともな考え方だったらね。で、布の幸さんも、あの、ご自分でね、地主さんと会う努力したんだろうか。俺は一回は地主さんと会いましたよ。会った話もしましたよ。二言三言だけどね。 でそういうことをちゃんと調べてから、自分で動いて現場に足を運んでから、小泉さんは政治倫理上ね、おかしいとか言っていただきたいと思います。にゃ。えっ、ー、と、それから、倉野達人さんです。倉野さんもね、頑張って、いろいろ情報発信してる議員さんじゃないですか。で、小泉もたびたび紹介させていただいてますけど、 こゃでかすか。まあ、青木島遊園地のことについては、えー、マスコミの責任というタイトルで2月26日付で書いてますけども、これ中日新聞のことがね、許せない、許ないというか、中日新聞の報道ぶりに対して疑問を投げかけるブログとなってますので、皆さん、興味があったらね、クグーグラーの多数のブログです。で、検索してみていただきたいと思います。でね、えーと と、この方は、な、なんだっけなうんうんうん大変だ。あと、LINE が飛び、舞い込んできて、え、大手紙面、ま、中日新聞ですね。長野局が、中学長官に対し、遊園地に隣接する児童センター、同じく隣接小学校校内に移転する案を示した、との記事をネットニュースに載せた、というのです。だから、ネットニュースだけじゃなくて、あの、新聞、紙面も確認してくださいね。これ、ここで、ちょん切れてますからね。 ちょげて以降は有料記事になってますから、あのー、めんどくさがらずに議会事務局に足を運んでそこに中日新聞もありますから、それ見てください。でね、えー、市長が私が考える解決案として、それ構内点を示したとしたならば、それはあまりにも現状を度外害した、現時点で愚策しとしか、 言いようのないものであり、今回、関係者は今回の報道に触れ、その短平級な提案に驚きあけ、そして憤りを新たにしてられたのでしたって。うーん、なんかちょっと感情カーターな感じがするよな、と思いますよね。愚策としか言いようがないっていうけど、どうして愚策なのかっていうところが、ちょっとね、説明しきれてないような気がするんですよね、この、 ブログではね。うん。で、秘書官の答えとしては、うーん、児童センターの構内点を区長官に示したのかっていうのは、秘書官の答えは否であるというふうに言っています。で、秘書官は解決案として児童センターの構内点を示した事実はないということでしたっていうけども、まあ、だけどこれ秘書官マターじゃないからね。これって、あの、 子供未来部マターであり、それから都市整備部マターじゃないですか。だからこれ、どうなんまあ、どっちかというとこ、あの、子供未来部マターだよね。そこが、どうだっていうところだと思うんだけどね。で、あのね、同行した記者が、こう明は、 焦るあまり市長が一例として挙げた部分を聞い取って記事に載せたようなのでしたって言うけども、これもさ、載せたようなのでしたって、まあ推測ってわかるように書いてるけども、その推測の妥当性っていうのは小泉はちょっと疑問に感じます。で、そもそもね、同行した記者って、記者がその区長と市長の会談のことを言ってるわけですけども、そこでね、そういう、あの、 児童センターを学校に絵込んでいく話が出たっていう中日文の記事なんですが、その会議に記者が居合わせたような書き方してるじゃないですか。そこで記者が聞いたような書き方してるじゃないですか。だけど、私はこれ、このね、蔵の見解にはそもそも疑問を感じます。っていうのは、これね、えー、っとね、2月の21日のことなんだよね。そうそう。市長は21日夜、遊園地を利用してきた隣接学 駆動施設が青木島児童センターの機能を青木島小学校に移転する案を地元で区長10人と行った意見交換会で示したってあるじゃないですかだけどこの21日の日程っていうのはどうなっているかっていうとこれですねこれ主な市長日程2月20日から2月26日今もうね27日になったからもうこれネットから消えちゃってます俺はコピー取っておいたんだけどで21日ってこれですよ 中時の長野市防災会議災害対策本部室しか書いてないじゃないですか。でね、この21日夜の日程を明かしてないんですよ、また市長は。秘密にしてるんですよ。当然、中日新聞にも秘密にしてるはずが、いや、中日新聞だけはじゃあついでってやりようとか、そういうことにしないからね。 <laughs> まあ、常識的に考えれば。だからこれは取材に基づいた、後からね、取材したことに基づいた記事っていうのがわかるから、だから、倉野さんの先ほどのね、えー、なんか同行記者が書いたっていうのは、そもそもこれはちょっと違うじゃないかなと思う。あの、まあ、倉野議員がね、 そこまで市長の動向を詳しく知らないってのは、それは無理もないことだし、まあ小泉ほどしつこくね、情報確認するのは、ちょっと異常な方だから <laughs>、あの、倉野さん普通の市民感覚を備えた議員だから、まあそこまでチェックできないのはしょうがないけど、でもまあそういうことだと思いますよ。市長は秘密にしています。だから前回と一緒なんですよね。ちょっとカメラにしようかな。前回、青木島の区長と市長が話し合った時も、 ええと、それは2月17日通知、丸日、丸日でね、通知して誰にも喋るのよって区長さんに、そういう稼いをはめて、25日に電撃的に、ま、丸日で、秘密裏に、区長と市長が、区長会と市長が会談持ったわけじゃないですか、青木島で。その時も、会談に行って明かしてないんですよ。で、その翌日になって、26日になって、小泉さんが、 おかしいじゃないかと。市長は昨日どこに行ってたんだと。ちゃんと日程明かせよと。秘書課に迫ったけれども、いや、それは話せませんつって <laughs> 言ってるから、それをライブ配信したわけですよ。だって市長がどこに行ったのか明かせないっておかしいでしょで、そんだけやったのにまた同じことやってんですよ。あの、市長に行って明らかにしないで、秘密にね、秘密類に区長会と、 お話し合い持ってんですよ。だからそういうやり方している限り、青木島遊園地の話ってうまくいくものもいかなくなると、俺は本当に心配している市長。考え直してください。まあ、市長の話、市長の考えでね、そうやって丸ル秘でやってんのか、あのー、部下の考えでやってんのか、秘書家の考えでやってんのか、俺は知らんよ。知らんけども、市長。俺はこれは、みんなにオープンなもとで、 解決していきたいんだって、そういうリーダーシップ、発揮していただきたい。俺の言ってること間違ってる <laughs> でね、クラノさんも、あの、ちょっとね、もうちょっと勉強していただきたいって俺言っちゃうけど、ごめんね、クラノ先輩なのにこんなこと言っちゃいけないよね。 あの、尊敬してますよ、蔵の議員はね。ほんとほんと。ほんとだけど、このことはさ、俺、俺の方がやっぱり勉強してるっていう自負があるから言っちゃうけど、これ、シ濃ナ毎日新聞ですよね、えー。2月23日です。だから市長の議会初日の演説の後ですよ。で、この時すでに、えー、っと、他にも代わりの、 遊び場に移動する際の事故などを心配する住民の声に対し、学校の中で全てが完結すれば子供の安心安全につながると、11日の住民説明会で市長が語ったっていう記事が出てるんですよ。これ素直に読めば、児童センターを学校の中に入れていくっていう話ですよね。で、ここにも市役所内では市長は、 児童センターや保育園も含めた施設の再編を考えているのではないかとの見方も出ていると。いうことで。まあ、すでに、あの、まあ、児童センターを学校に入れていくというふうにはストレートには書いてないけれどもね。まあ、それを十分、なんていうのかな、ほのめかす、示唆する記事っていうのは出てます。で、中日新聞はそこをきちんとね、ストレートに書いたっていうことですよ。 だから、そんなにね、あの、いや、中日新聞はそ,そこだけズバリ書いたのは俺はスクープだって言ったりそうだと思うけども、だけど、そんなに意外感のあるスクープでもない、そういう、そういう言い方もおかしいけどさ、他の新聞の記事内容とも整合がとれていて、どっちかというと、他のメディアはね、そこまで書けなかったっていうことだと思いますよ。だけど中日はズバッと書いたっていうことだと思う。 だから、クラ議員も、もうちょっと、新聞よく読んでください。ごめんね。だけどね、俺思うんですよ。あの、布目さんにしても、えー、っと、クの議員にしてもね、俺は立派な議員だと思う。あの、きちんと市民に向けてこういう情報発信してくれるっていうのは、それだけは立派な議員だと思いますよ。だって、それすらできてない議員の方が多いじゃないですか。なんか新聞のコピペしてブログ毎日書いてますとかさ、そういう議員ばっかりなんですよ。 で、あの、小泉いつか言いましたよね。批判されない議員っていうのはダメなんだ。批判もされないような議員っていうのはダメなんですよ、そもそも。なぜかっていうと、批判する材料もないってことなんですよ。批判する材料、つまり自分の意見も言っていない。情報発信もしていない。だから批判のしようがない。批判されないからいい議員だって言ったら大間違いなんですよね。で、布目さんも、倉野さんもね、そういう意味ではきちんと、 批判に耐えるって、批判に耐えるって言ってはあれだけど、批判の材料、批判されかねないことをちゃんと自分のリスクとして書いてるわけですよ。でしょで、小泉さんから、それ違うんじゃないかって言われるかもしれないけども、あえて書くんですよ。それが原因ですよ。で、小泉なんかは、もう、青木島についてはさ、 もう一番情報発信もしてるし、一番意見も言ってるし、毎日、ほぼ毎日だけど、ツイキャスでこうやって情報発信してるじゃないですか。だから、ギげ足取るネタもね、批判するネタも一番多く提供してるわけですよ。だから批判されるのも、小泉一馬が一番多いのは当然なわけですよ。だから辞めるって言っちゃダメなんだよね、議員っていうのは。批判されてなんぼですよ。本当にそう思います。批判されなくなったら、議員はおしまい。だから、 批判されるようなこと、あえてやれって言ってんじゃないですよ <laughs>。わかるよね、それね。そういうふうにアげやしとるやつがまた出てくるかもしれないから、あえて言っときますけれども。あ、これ、ちょっと,ょっとあの、画面共有しますね。で、これもね、どんなもんかと思うんだけども、市長の公務の日程っていうのは、ホームページ上で <laughs> 公開してますけど、2月27日から3月5日ってさ、もう、もう、1週間。 なのかな一週間単位でもう消してっちゃうんだよね。だこれもやめてほしいですよね。市長の日程。市長の日程もなんかすごくざっくりだよね。なんかこの時もさ、11時30分に農業委員会解散帰ってあるけど、じゃそれまで何やってんのってわかんないじゃんね。あ,あ、議会やってんのかな議会じゃないの。議会3月1日から質問だもんね。まあ、定例会は本会議はそれはバックレダンな,ないから過去はな。 この日じゃあそれまで何やってんのってことですよね。そう思ってみると市長の日程って謎だよねど。どうしてこう書くのと書かないのとあるんだろう。ここちょっと調べてみると面白いかもしれないですね。誰かやってくださいって言ったりなんかして。あ、それからね、あこういう話がありまして。よっ。超バス上等、伝統小泉和馬市議って、そういうタイトルを称号を私にくださった方がいるらしくて、これあの、 グーグルマップですよね。で、ここが小泉さんのうちで、まあ、これ個人情報丸出しなんですけど、えー、長野市議会議員の小泉和馬事務局ですっていうことで、これ、グーグルマップに小泉が乗っけてるんですよ。で、ここに、なんか誰かがね、こういうふうに直してくれた超罰上等、伝突小泉和馬さんて。まあ、超罰上等は超罰上等なんだけどもさ、 あのー、例のコーヒー飲食でね、みんな飲み食いしてた議員がいて、税金でですよ。高金で飲み食いしてた議員に向かって、小泉はそんなことしてちゃダメだから金返せよって、議会で言ったらそれが懲罰だってのそういう懲罰なら懲罰上等を堂々受けるよっていう話ではございますが、それをね、マップに乗せるほど俺も度胸はないんですよね。だけど、なんかこれね、直せちゃうらしいんですよ。直さないでくださいね、皆さんね。 で、小泉さんはね、今ね、こう,いう口コミが大変評判悪くて、1.3なんですよ。これ、これ、これ。一市民をクレーマーやうんたらって、この、このおかげでね、あの、今回の青木島のおかげで大変評判が落ちておりまして、まあ、こういう方もね、いらっしゃる。まあ、あの、あの、てんてんてんな市長が再検討を始めたのも、頭のおかしさ、ちょっと、やべえ、ちょっと紹介するのやめよう。まあ、こういうことでございまして、小泉一馬さんの、 あの、事務所の評判が大変落ちてるんで、皆さんどうか、小泉さん不憫だと思ったら、どうか、いい評判 <laughs> 書いといてください <laughs>。いやー、本当にね、あれなんですよね、サイレントマジョリティっていう言葉に対してノイジーマイノリティってあるじゃないですか、こういうとこに書きに来るなら、大体ノイジーマイノリティですよ。 で、まあ、こういうね、ネットでは暴れて人の批判はできるけども、実際面と向かったりとか、会議の場では何も言えなくなっちゃうような方々がやっていることだから、まあ、しょうがないね、と思って小泉さんは、暖かい目で見てるわけですけれども、まあ、それにしてもね、あの、小泉さんの評判をもうちょっと上げてやろうと思う方は、会議に来てくださるとありがたい。まあ、それから、